マジシャンができる友達がいるんですけど、マジシャンができるおかしいか、マジックができる友達いるんですけど、友達の弟がさらにマジック上手いというのを聞いて、これはもう動画で見せてもらうしかねえだろうということでですね、今回はちょっとマジシャンに来ていただきました。マジシャン、まあプロではないもんね。まあ僕やってるのは素人マジックでハンズとかでね買えるやつなんで、まあその技術とか本当にないんですけども、今回やってもらうのは技術ありのやつです。僕がその見抜けたらまあ種明かしっていう形ですね。前回も種明かししてないんですけども、なので皆さんも一緒にちょっとね見ながら、見破ってみてください。ということで今回やっていただきたいと思います。まあ一つの型ですね。はい、まあ、まず最初に切っていく。まず使うカード一番上の、はい、ハートの2、ハートの2、はい、ハートの2を使うんですけど、ハートの2を置いてください。真ん中に入れる。で、指を鳴らすと上に上がってくる。ん？で、もう一回このハートの2を一番下に置く。はい、置いたね、ハートの2。指を鳴らすとまた上に上がる。もちろん下もこんな風に違うカードです。すげえ。すげえな。分かんなかった。もう一回やるんですけど、うん、ハートの2を、はい、中の方に入れると、はいはいはい、でこれが意味ないっていう人がいるんで、はいはいはい、ヨウム君に少しやっていただこうかな、はい、ああ分かった分かった。違うことをやってもらおうかなっていうことで、はいはい、ここにペンがあるので、はいはいはい、ペンで叩いてもらえますか。ここ、はい、分かりました。いきます、せーの。そうしてもらうとまた上に上がってくる。で、もしかして同じカードが何枚かあるって思ったりしましたか？あ、それは確かに、うん、思うね。結構言われるんですけど、はぁ、同じカードは2も同じカードは使ってません。さっきのカードが全部白くなっちゃったんで、はい、ちょっと新しいの持ってきました。新しい、はい、買ったやつってこと？買ったやつ、ね、今開けるってことだもんね。どこで買ったの？これは昨日ビッグカメラで買いました。あ、ビッグカメラで買ったの。次絶対にやる。新しいのでシャッフルします。空中でやるのそれ。一枚落ちたけど来たよ。ちなみになんかそういう技、なんかあのシャッフルの仕方とかかっこいいやつ、フォール、ダブルフォールっていうやつですね。よく切れてるはずです。そうですね、はい、はい、大丈夫ですね。じゃあ、はい、ストップと言ってください、はい、ストップ。じゃあこのカードを、はい、見ていい？はい、後ろ向いておくので、こちらです。では好きなところに入れてください。ここに、このカードですか？そうですね。じゃあシャッフルしてもらって、あ、自分がやらしいマジシャンだね。ダブルフォールやっちゃおうか。では今から、はい、この中から、はい、5枚のカードを出して、まあ、5枚の候補を出します。はい、1枚目がこのカードで、5枚の候補です、はい、1枚ずつ見せていくんですけど、はい、選ばれたカードであっても違うと言って、まあ、表情で当てるんで。ああ、わかりました。いきます、はい、まず1枚目。違う、違いますか？はい、顔がちょっと曇ったりしてたような気がするんですけど大丈夫ですか？うん。2枚目。違う、違いますか？うん。3枚です。3枚目。違う、違いますか？うん。4枚目。違う、違いますか？うん。5枚目。違いますか？違う。今見た中で1枚だけ違うカードがあったと思うんですけど、はい、そのカードが選ばれたカードだと思います。違いますか？違います。違いますか？違います。1枚だけ違うカードがあったと思うんですけど。違います。え、ちょっと見てみますか？はい、1枚だけ違うカードが選ばれたカードだと思うんですけど、合ってますか？それです。はぁ、じゃあ
3個目いきますか。お願いします。さっき出しておいたこのジョーカー2枚を、はい、今度は使います。はい、でちょっともう一度シャッフルしておきます。じゃあストップって言ってください。はい、ストップ。このカードを覚えてください。覚えればいい。はい、はい、ではこのカードを持ってシャッフルをしていきます。はい、じゃあここでこの2つのカードを使います。はい、はい、この2枚のジョーカーです。はい、で、色なしを一番上で色割りを一番下に置いておきます。はい、で指を鳴らすと1枚だけカードが挟まります。うん、そのカードがまさか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 、怖いよそれは、それは怖いよ。このスペードのジャック、はい、選ばれるのを先に予言していました。なんやと。隣の部屋にもう一つトランプがあるんで、はい、ちょっと持ってきていいですか。うん、あ、カメラついてきますか。うん、何もそうだね、そうだね、そのトリックが、うん、これはノーカットでいこう。え、俺今さ、パラパラパラってやったとこから選んだやつだもんね。そうですね。うん、ここにあんた予言師なの。カードがあります。うん、これ、こうやっていくと、うん、普通のカードかと思ったら